けてゆく新たな年、この年初めてアジアの空の下で第18回東京オリンピックが開催されるなど実り多い年であった。陸上自衛隊に配置される国産の新鋭ヘリコプター HU-1B が公開された。ガスタービンエンジンを装備し、巡航速度204キロ、航続時間2時間半、上昇限度4400メートルの優秀な性能、山岳部の多い我が国の陸上部隊の機動性に大きく寄与することであろう。世界最初のジェット機5万時間無事故飛行という安全記録を樹立した航空自衛隊第一航空団に1月30日航空幕僚長から褒章が贈られた。昭和36年7月から39年1月までに達成されたこの記録は、1300名に及ぶ全隊員の固いチームワークと訓練整備の徹底的な繰り返しが実を結んだもの。福田防衛庁長官も賞を贈り、その努力を称えた。4月17日、松田丈志航空幕僚長が退任。後任には浦茂航空幕僚副長が昇格。防衛庁技術研究本部で設計された南極観測船の模型によるテストを4月16日披露。まず200メートル余りの大水槽で横揺れテスト。新観測船に取り付けられる揺れ止めタンクの働きで横揺れは3分の1に減少。また2万平方メートルの実験用の池では無線操縦で模型を走らせ、旋回性能やスクリュー、舵の大きさなどをテスト。昭和40年秋の南極観測再開の暁には、その優秀な性能を発揮して成果を高めることであろう。宮崎県新田原に航空自衛隊基地が設けられてから7年、 F-104 の基地が完成した記念に5月18日式典と基地の一般公開が行われた。広い基地内には様々な航空機が展示され、青少年の興味を呼び、また F-104 とスターの撮影も人気の的。日本の空を守る基地の新任務への出発を祝って、ジェット機による編隊飛行が空いっぱいに繰り広げられた。海上自衛隊の国産潜水艦林尾若潮の2隻が訓練のため6月2日ハワイへ向かった。杉江海上幕僚長の訓示の後、横須賀港自衛艦隊司令部前の岸壁でしばし家族と別れの挨拶。心のこもった見送りを受け、2ヶ月半にわたる航海の途に就いた。練習艦隊の遠洋航海は、今年も4隻の護衛艦に実習員158名を含めた1500名が乗り組み、アメリカ・カナダ方面2万7000キロの航海を行うこととなった。7月17日、東京港芝浦桟橋での出港式。桟橋を埋めた3000人余りの賑やかな見送りのうちに、艦隊は雨もよいの東京港を出港。見学の人々を通じ、理解と認識を深める陸上自衛隊の展示演習が、7月14日、富士の演習場で実戦さながらに繰り広げられた。
に8月6日群馬県相馬ヶ原では立体戦闘演習。レンジャー部隊やヘリコプターからの降下部隊が参加、山岳部の局地的戦闘の技術を練磨。新潟市で開催された第19回国体は東京オリンピックの序曲。陸上自衛隊ではベイリー橋の仮設をはじめ式典の運営を支援。開会式の行われる6月6日、支援の隊員は車両を連ねて競技場に到着。華やかな彩りで会場を埋めた3万2000人の大観衆の混雑と事故を防ぎ、スムーズな運営を進めるため、会場の各所に通信隊員を配置、メインスタンドの通信本部と綿密な連絡が取られた。陸上自衛隊からも参加した合同音楽隊を先頭に、選手団の入場行進が開始された。46都道府県1万7000人の大選手団が堂々の行進。式典はオリンピック開会式さながらに五輪ムードを初夏の空いっぱいにみなぎらせて終わった。国体気分さりやらぬ6月16日、新潟県北部に突如大地震が発生。衝撃に臨海工業地帯の原油タンクはたちまち引火、民家300戸が延焼した。地震津波による家屋全半壊9000戸、被災者は10万人を超える甚大な被害を被った。防衛庁はいち早くこの災害に救援の手を差し伸べ、第1師団と第12師団を中心に7000名の隊員と1300台の車両を動員、新潟市内を中心に活動を開始。特に浸水地域復旧に必要な土のう作りには多くの隊員を投入。40万秒に近い土のうが作り上げられ運ばれて決壊箇所の締め切りに使用された。土のう積み上げは仮締め切りを目指し夜間も続けられ、6月22日には待望の排水ポンプが活動を開始。新潟の町は再びよみがえった。池田首相は7月18日内外の要務に新しい陣容と決意を持って臨むため内閣を改造。防衛庁長官には新たに小泉純也氏が就任。7月18日栄誉礼を受けて初登庁。7月23日東京の練馬駐屯地を視察した小泉防衛庁長官は、首都圏の防衛にあたる第1師団1800名の精鋭に訓示。また藤原師団長の指揮する各部隊の行進を観閲した。
長官の海上自衛隊横須賀地方総監部視察は7月29日、地元挙げての大歓迎。総監室では石黒総監ら幹部から管下の海上自衛隊について現況報告を受けた。さらに7月31日には航空自衛隊入間基地の視察、午後は第一航空団のブルーインパルスが大空に描く五輪マークの初公開を見学。8月12日、米軍立川基地を訪問した林統合幕僚会議議長は、日米友好に尽力した功績により、ライシャワー駐日大使からリジョン・オブ・メリット勲章を贈られた。昭和29年7月、統合幕僚会議が発足して以来、10年間議長を務めた林敬三陸将は8月14日退任。杉江一三海上幕僚長が新たに統合幕僚会議議長に任命された。また海上幕僚長の後任には西村智春幕僚副長が昇格、着任の挨拶を行った。今年も陸上自衛隊では夏休み中の小中高校生2万人を対象に全国各地の部隊で団体訓練を主とした夏季教室を開催。ここ福島県郡山では猪苗代湖の天神浜で1日250人が隊員の指導のもとに共同生活を体験。磐梯山を背景に充実した一日を過ごすこの夏季教室は毎日交代で夏休みの間続けられた。海上自衛隊は少年海洋学校を開催。横須賀の教育隊では200人の小中学生が参加。食事も隊員と同じセルフサービス。珍しい生活にみんな大喜び。心身の鍛錬と海洋思想の普及が目的とあって、手旗信号やカッターを体験。航空自衛隊は高校生の夏季教室を開催。ここ浜松基地では救命胴衣や落下傘の着用など空に関する知識を習得。C-46 輸送機での体験飛行はこの教室最大の魅力。憧れの大空を飛んで高校生たちはご満悦。東京の水源小河内村山山口の山貯水池は完成以来初めての異常渇水で満水時のわずか 2.7% 600万トンを割り、ついに第4次給水制限が実施され断水の地域が続出した。都は給水車60台で懸命の給水を行ったが、どこも長い行列。8月6日、東都知事は防衛庁に災害出動による応援給水を要請。練馬駐屯地に集結した第一陣は576名。翌7日朝、ジープ、トレーラーなど各種車両260両を連ねて都心へ向かった。自衛隊の給水車が参りました。
スピーカーの声を合図に各家庭から飛び出した人々は一斉に給水車へ。東京砂漠を潤す給水作戦が開始された。都心17区の60万世帯以上が水を追い水を求めて苦しい生活を送った日々。もう心配ありません。路地の奥まで入り込む自衛隊の給水支援は8月25日荒川の水が送られるまで合計7350トンを給水。隊員1600名、水トレーラー延べ2070台、ジープ、トラックなども延べ5240台が出動。都民の感謝の的となった。一方、水源地帯への人工降雨実験に自衛隊機が協力。ドラム缶に水を詰め雲の上から散布して雨を予防というもの。1ヶ月にわたる実験の皮切りは5ないし11ミリの降雨を見ることができた。防衛庁は9月16日東京市ヶ谷駐屯地で自衛隊高級幹部会堂を開催。全国の陸海空の高級幹部約140人が出席。小泉防衛庁長官は席上、自衛隊に対する心からの信頼が国民から寄せられるよう平素の訓練の徹底を要望すると訓示した。外交に親善に諸外国との交際がめっきり増えた陸海空自衛官の礼装がこのほど決まり披露された。東京オリンピックの支援は集団司令部が発足以来支援隊別に各地で訓練を続けてきたが、9月15日集団編成も完結。21日浅香駐屯地で小泉防衛庁長官の歓悦を受けた。式典、輸送、競技運営と幅広い活躍で大会を成功させる自衛隊オリンピック作戦万全の体制はここに完了した。すがすがしく日本晴れに明けた10月10日、7万5千の大観衆が期待と興奮に固唾を飲む国立競技場の第18回オリンピック東京大会開会の式典。参加94カ国の国旗が華やかな彩りを添え、力あふれる各国選手団の入場行進は続く。世界は一つ、人類永遠の理想を象徴する若人たちの行進。この大会を支援した自衛隊は人員7500、艦艇72、航空機12、車両750を数えた。最終走者酒井選手に掲げられ、オリンピック史上初めてアジアの国々を引き継がれたオリンポスの火が今東京の空のもとに赤々と燃え上がる。より早く、より高く、より強く、期待を背負ってここに数々の競技が開始された。自衛隊からも21人の選手が参加して熱戦を展開。大会3日目の13日、フェザー級重量挙げで陸上自衛隊の三宅選手は世界新記録を樹立。日本最初の金メダル獲得に輝いた。防衛庁は15日この功を称えて小泉防衛庁長官から第1級防衛功労賞を授与。この日、水泳男子 200m 平泳ぎに激戦よく6位入賞を果たした海上自衛隊の鶴峰選手にも17日第2級防衛功労賞を授与。さらに21日のマラソン競技で健闘よく3位に入賞して
陸上競技ただ一つの日照旗を掲げた陸上自衛隊の円谷選手にも22日第1級防衛功労賞を授与。このあと小泉防衛庁長官は開会式を飾って大空に五輪を描いた航空自衛隊のブルーインパルスに第1級賞状の授与とオリンピック組織委員会から贈られたトロフィーを伝達。パラリンピック国際身体障害者スポーツ大会は22カ国370名の下半身麻痺選手が参加して11月8日からオリンピック選手村小田フィールドで開催された。社会復帰への勇気と希望を高めようと友情と激励のあふれる場内を鼓笛隊が一周。大会旗を先頭に車椅子に乗った選手団の入場行進が続く。快晴の空と底抜けに明るい選手の表情からは悩みの影も見出せない。自衛隊音楽隊の演奏によって国旗と大会旗が掲揚される。力強い選手宣誓。開会式に続きこの日午後から競技も開始された。失ったものを数えるな、残った力を生かそうと厳しい錬磨に耐え抜いた成果が競われ、スタンドからは惜しみない拍手と声援が送られる。爽やかな秋の日を浴びて7つの会場で5日間にわたり14種目の国際競技が力いっぱい続けられた。体の不自由な人々の集まりとあって自衛隊では特に支援軍を編成。550名の隊員がかゆいところへ手の届く支援ぶり。参加選手の活躍は全ての身体障害者に生き抜く希望を与え、この大会は成功のうちに12日その幕を閉じた。池田首相の後を受け11月9日佐藤内閣が発足。内閣官房長官と法制局長官のほかは閣僚全員が再任。11月17日、加藤防衛事務次官は退任。後任には官房長の三輪芳雄氏が任命された。12月3日、首相官邸で佐藤内閣最初の国防会議議員懇談会が開かれ、中国の核実験 F-104 の追加生産、バッジシステムなどの懇談が交わされた。北海道千歳基地に地対空ミサイルフォークが到着。直径40センチ、長さ5メートルの弾体は、最大速度マッハ3で30キロ以内の目標を追跡撃墜する。このフォーク設置により北辺の空の守りは一段と強化されるだろう。バッジシステムに関する日米間の交渉は12月4日公文を交換。蔡牧が三輪防衛事務次官とルーカー在日米軍事顧問団団長により調印された。これが完成の暁には日本の防空警戒管制は大幅に自動化することになろう。数々の県戦を重ねてたくましく成長した精鋭の軍像、今年もここに自衛隊記念日を迎え11月1日恒例の観閲行進が行われた。
海上自衛隊は2日東京湾に55隻の艦艇を展開し観艦式を行った。デッキに隊員が整列する艦艇の間を関越艦ヘルズ機は12ノットで通過。艦橋に立った小泉防衛庁長官は高く手を挙げて隊員に応えた。航空自衛隊はこの年発足10周年を迎え、3日埼玉県入間基地で基地の一般公開と航空ショーを行った。グアム島で発見されたゼロ戦の返還式も行われ、グアム島副知事に感謝の花束を贈呈。このゼロ戦をはじめ各種航空機ミサイルが展示された基地内は10万人の参観者でにぎわった。繁栄を願う国民の期待に応えて、自衛隊はより一層の研鑽を重ね、輝かしい未来を日本にもたらすべく、不断の努力を続けていくであろう。